ヤマハは穂高さっそうとクレシエーネにも波及。昨年公開されたクレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝同映画にはヤマハは穂高選手に絡めたネタのセリフがあったので、今後の操作の進展次第ではセリフのカットや映画そのもののお蔵入りという懸念もあるという。ヤバくね、クレシンまで飛び火してるのはさ、どこまで迷惑かければ気が済むんや。調べたらしんのすけが山川穂高西武ライオンズっていう場面があるみたいやな。西武やから埼玉つながりのネタにした感じか。ピーヨン入れたらええやん。見たけど記憶にないわ。まあ格作やしええやろ。地上波放送無理や。